皆さんも東宝プロジェクトのキャラクターと付き合いたいと考えたことはあるのではないでしょうか。東宝キャラというと、美しくて可愛く、どこか面白みがあって魅力的。ただしそれはあくまでも私たちの理想に過ぎない。東宝キャラは外の世界とは比べ物にならないほどの超人たちであり、そんな彼女たちと付き合うとなると恐ろしい目に遭うことも。今回は付き合うのが過酷すぎるキャラを解説していきますよ。やーん、もし付き合うとどんな恐ろしいことが待ち受けているのか気になるからよろしく頼むよ。ではでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは、薬人様でおなじみ影山ひなです。付き合えば幸福だ学校に。ひなというと、種族は薬人様で、薬払いで払われた薬を集めては、周りに溜め込んでいくようです。彼女が薬も集める理由は、薬が彼女の力になるからだよね。薬の負のパワー自体が彼女を動かす原動力でもあるんだぜ。そのため、彼女の周りには素人の目に見てもわかるぐらいの薬が取り付いているようで、彼女の近くでは、いかなる人間や妖怪でも不幸に遭うようですね。そのため、非常にいい神様なんだけど人間は近づくことができないので信仰されず、野良神様となっているんだよな。なので種族はほぼ妖怪に近いのではと考えられる。しかし、本当はとてもいい子なんですよ。また、好意で不幸にしているわけではなく、薬が再び人間の元に戻らないように見張っているのです。薬払いで払われた薬や、流しひなの風習で流されたひな人形を川下で回収し薬を集めているのです。流しひなとは、紙で作った人形を川に流すことで、自分に降りかかる災禍を、その人形に肩代わりしてもらうという伝統行事のことだぜ。ひな祭りの元になった行事とも言われています。東方奇麗記伝でも実際にひながやっていましたね。性格は明るく人懐っこく人間思いですごくいい子なんですよ。ひなと会った人間の話でも優しい子と評していますね。最近では、漫画東方奇麗記伝にてカッパのニトリが溺れていたのを助けたり、天狗のアヤを助けたりと非常にいい子なんですよ。ただ中身が入れ替わっていたんだけどもね。初登場の風神録では山に侵入しようとする霊夢やマリサを攻撃したのも、危険な山に立ち入らせないためだったのですよ。まずこの笑顔を見れば一発でいい子だとわかるもん。警告を聞かない人間を危険な山に立ち入らせないため、彼女は霊夢に私は人間の味方と言っていて、マリサには人間を守るためにもと言っていることから人間に対しての交流度も高いでしょう。性格はいいし、歴代屈指のゴスロリー賞で可愛いんだけども、付き合えば不幸になってしまうのか。ただ人懐っこいひな自体と付き合うことはめちゃくちゃ幸福なことですけどね。どんなに不幸になっても構わないから、地雷じゃないゴスロリっ子と付き合いたいという方はひながおすすめです。確かに地雷じゃないゴスロリはひなぐらいかもね。あとはマリサさんぐらいでしょうか。人の人格ぐるぐるかき回さないで。さてさて続いて紹介する付き合うのが過酷すぎるキャラは雲井一輪です。漏れなくおじさまがついてきます。まず雲井一輪というキャラクターなんですが、恋人になってくれれば絶対幸せになれるキャラクターでしょう。おいおいおい、今回の趣旨に反するじゃないか。それは一体どういうことなんだよ。まず雲井一輪は白蓮を慕う妖怪の一人。千年前に青蓮戦ごと地底へ封印されていた妖怪ですが、地霊殿の異変の際に地底から解放され、仲間たちと協力して白蓮の封印を解くのに協力。現在は妙蓮寺で仏道修行をして暮らしていますよ。妙蓮寺といえば一番偉い住職の白蓮が開いているお寺で、その白蓮は東方プロジェクト内でも屈指の性格のいいキャラクターだよな。そんな彼女の元で修行している一輪も性格がいいはずだよね。また非常に喋り上手でノリのいい性格でもあり、神秘録や憑依花では一応ライバル業者であるフトとも意気投合していたり、他のキャラの掛け合いでも親しみやすさのある発言をしていますね。ただ仏教の戒律を受けて肉立ちを守っていますが、酒が飲めないことには不満があるらしく、こっそり宴会で飲んでいるというお茶目な部分も、なんといっても彼女は元人間なので私たちの気持ちをよく理解しているんですよ。さらに目上であろう頑固なおじ様とも仲良くできるほど容量がいい性格で外交的、恋人条件としては言うことないぐらいに素晴らしいじゃないか。しかしそのおじ様がもれなくついてくるんですよ。なんでついてくるんだ。この黙々したおじ様の名前は雲山。見ての通り、体が雲でできた入道の妖怪。曲がったことが大嫌いで正々堂々したものを好んでいて頑固な性格で無口なおじ様です。代弁は一輪が行っていて、無口な理由はシャイだかららしいです。それ誰得なんだよ。ちなみに、彼女たちを作った時の寸氏はかなりお酒を入れていたようです。それはぶっ飛んだ設定になっちゃうよ。一輪は入道である雲山を刺激する妖怪で、肝の据わった彼女は人を喰らっていた頃の雲山をある呪文で退治、その後は意気投合するようになり、彼女も妖怪になってしまったのです。それぐらい彼女と雲山は切っても切り離せない仲。なのでもし嬉しいことに付き合い、ワクワクな気分でデートに行ったら、黙々したおっかないおじさまもいたなんてことになるでしょう。デートの最後にここぞでキスしようと思ったら、後ろに雲山がいて萎えるなんてことが起きそうで怖いぜ。頑固親父だけにデート中は常に見張れることになるでしょうし、間違いなく付き合うと過酷な運命をたどりますね。ゆかりんと付き
き合って、九尾の狐であるヤクモランがついてくるみたいな最高すぎるオプションなら全然いいけど、オプションにおじさまは正直厳しいよね。下手なことしたらげんこつ食らっちゃいますからね。付き合うのは困難極まりないでしょう。正直デートでワクワクしながら集合場所に向かったらうんざんおじさんもいると。うんざりですよね。いやうんざんでうまいこと言わんでいいねん。ではでは次に紹介する、付き合うのが過酷すぎるキャラは、既定のアイドル黒谷ヤマメです。こんなにも可愛らしいヤマメの何がダメなのさ。まずヤマメは見ての通り、金髪のお団子のようなポニーテールに茶色の大きなリボンをしていますね。服装は、抱き心地良さそうな黒いふっくらした上着の上に、焦げ茶色のジャンパースカートを着ています。これは雲らしい膨らみを表しているんだぜ。この膨らみが丸みを演出していて可愛いんですよ。非常に抱き心地が良さそうですよね。ちなみに霊夢部長のお腹も雲を意識しているんでしょ。地獄より恐ろしいもん見せたろか。ロスワさんでは珍しく、あの膨らみの服を脱がせて引き締まったボディを見せていたぜ。ロスワさん、最近調子いいので好きです。性格は話せば話のわかるようで、気さくで明るく楽しい、誰とでも友人になれそうなタイプの性格。この性格のおかげで見知った規定の妖怪たちからは人気者。この人気のことから二次創作ではアイドルとして扱われることがあるよな。見た目は幼くとても可愛いらしいのですが、意外と話し方は年寄り臭いのがギャップがありまた魅力。見た目良し、性格も明るく人気者。恋人条件としては申し分ないのですが、彼女の能力があまりにも危険すぎた。彼女の能力は病気主に感染症を操る程度の能力。月雲病を操り、人間に感染症などの病気をかける能力を持っています。何人かの患者を調べたところ共通して高熱が出るという症状が出ることが判明しました。また原因不明の高熱にうなされて食欲は激減し、放っておけば衰弱死する可能性もあるようです。嘘でしょ？島で行くなんてめちゃくちゃ恐ろしい病気じゃないか。またこの病気にかかってしまった人間に触れても感染することもあるようでかなり厄介。感染者に触れても病気がうつるなんて殺すけよりやばいじゃん。一応特効薬も研究されているそうですが、永遠定にいる医者に相談する以外はこの病気を治す特効薬がないので、外の世界で付き合うとなると間違いなく危険。リアルバイオハザードになっちゃうというわけか。対策も難しいので、常に病気がちで生活しないといけないことになるので、付き合うとなるとあまりにも過酷なんですよ。こんなにも可愛いヤマメと付き合うのが過酷だなんて辛すぎるぜ。何かいい対策はないのか？感染の対策としては、セイロガンを飲むことです。外の世界史上最強の特効薬といえどさすがに効き目ないだろ。それでは次に紹介する、付き合うと過酷な人生になるキャラは小明治さとり&豊里耳の巫女です。はーん、この二人は見えちゃったり聞こえちゃうんだよね。そう、まず小明治さとりは旧地獄の灼熱地獄跡の上に建てられた館、地霊殿の主で悟り妖怪。妹に小明治小石がいるぜ。他者の心を読む能力ゆえに人間はもちろん妖怪からも忌み嫌われていて、他者との接触を避けて地霊殿に引きこもっていますね。服装としてはピンクと水色という幼稚園児の服装のような可愛らしいカラーの服を着ていて、初登場では地霊殿内で出会ったためか、スリッパを履いて登場していました。よくよく考えてみるとかなり奇抜だな。心を読めるという危険すぎる能力ゆえ人や妖怪からは恐れられていますが、言葉を話せない動物たちの心が読めるため、地霊殿はペットで溢れていますね。彼女自身はお姉さんらしく物腰が柔らかくおとなしい性格。ペットには愛情を注いでいるほか、妹の小石も大切に思っているようです。恋人にふさわしい素敵なお姉さんじゃないか。悟り様とティーを飲みながら一緒に読書だったり、お仕事を手伝うなんていうのは皆さんも憧れでしょう。しかし実際に付き合うとヤバいことになりかねない。その理由はやはり他人の心を読まれてしまうから。例えば悟りと一緒に白霊神社の花見デートに行ったとしましょう。おお、悟りんとデート姿を巫女に見せつけようじゃないか。何不自由なく、優しい悟りと楽しく読書の話をしながら花見。これぞ地獄級の幸せだよ。しかしその幸せの時間はある出来事で幕を閉じるのです。楽しく対談している中に、白霊神社の主が木を使ってお茶を持ってきたとしましょう。が、白霊神社の主がお茶を置こうとした瞬間、彼女の脇が露出していること鏡越しに脇ががっつり見えちゃった時、誰もが得たと思っちゃうでしょう。その瞬間を悟りの第三の目で見られたら、完全に破局じゃないか。そうなんですよ。このように悟り様と付き合うには、まさに悟りを開いた僧侶並みの純粋な心の持ち主ではないと厳しいでしょう。ジャンプ三大巨頭の主人公である、ルフィ、悟空、ナルトみたいな純粋キャラなやつじゃないと破局の運命にあるね。対策としては、実は東方地霊記伝で判明したのですが、彼女の能力は自分の思い通りにサードアイを使うことができるらしいので、一緒にいる時は能力を使わないように言っておくといいかもしれませんね。きっちり恋人ルールを作ればなんとかなりそうではあるな。そして巫女も同じ、巫女というと威厳たっぷりでかっこいい上に、話し上手でフランクな方だそうです。イケメン女子が好きっていう人は、間違いなく巫女派か巫女派かで分かれるだろうね。ただし彼女の能力の住人の話を同時に聞くことができる程度の能力により、
聞こえすぎてしまうのです。この能力は元ネタの聖徳太子の通り、住民の話を同時に聞き、理解できる能力。また相手の術の欲を同時に理解することで、相手の本質、過去、未来を知ることができるんですよ。しかしあまりにも人の声が聞こえてしまうようで、聞きたくないことを聞こえてしまうことがあるようですね。だから常に耳栓をしているんだよな。そんな彼女と付き合うとどんな過酷なことになるのか。また白霊神社、花見デートで例えていきましょう。やはり白霊神社の主は無防備にも程があるくらい脇を露出しているので、考えちゃったり、小さい声だけどついうっかりS過ぎだと言ってしまうと破局じゃないか、そういうことになりかねないので、彼女と付き合った場合は軽はずみな発言をしてはならないんですよ。またおそらく心音などでか、人の本質も見抜けるようなので、付き合うとなると悟りよりも難易度は高いでしょう。クレヨンしんちゃんの坊ちゃん並みに無口じゃないと厳しそうだな。どこまでの範囲聞こえるのかわかりませんが、離れた時ほど気をつけたいところですね。特に天然色仕掛けの多い白霊神社の主には気をつけたいところですよ。あの脇を見ても無になれるのは難易度ルナチェック。ちなみに元ネタ通りなら、巫女にはれっきとした奥さんが5人いるらしく、5人の一妻と過ごさないといけなくなります。特にその中でも蘇我家の奥様には注意。さてさて、次に紹介する付き合うと過酷な運命になってしまうキャラは、水橋パルシです。指定の妖怪はやっぱり厳しい。パルシというと、常に指を加えて顔の上側にどんよりマークがかかってそうな感じですが、原作では非常にスッキリした顔で、どちらかというとオープンポーズ。非常に可愛らしい見た目とたまに出る笑顔から、ズネの中でも人気が高いよな。ここは前回の東方原作の勘違いされやすいポイントの一つですね。またヤバい雰囲気がありますが、本来は優しい子で、地底に現れたマリサやレイムを危険な地底から追い返してあげようとしています。おお、そんなギャップ萌えなパルシを彼女にするなんて最高じゃないか。しかし、彼女の妖怪としての性質と能力が危険すぎる。彼女は夫を優遇上の美女に取られて嫉妬心により妖怪化した橋姫が元ネタとされています。そんな悲劇的な運命を辿ったパルシと付き合うとなると、まず束縛されるでしょう。絶対に逃がさないから、ウフフ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 って言ってそう。それキューマリの笑い方でしょ。ちゃんと愛してはくれるでしょうが、レディーの多い幻想郷で付き合うとなると、部屋からは一歩も出してくれないでしょう。ベッドに紐でくくりつけられそう。なんといっても能力は嫉妬心を操る程度の能力。嫉妬が嫉妬を呼ぶことで、他人の嫉妬心を煽ることができる能力です。人間関係を簡単に破壊できるという意味では、まさにカオスな能力ですね。二次創作では非常に重宝される能力で、これで地霊殿の関係をかき乱すというのが鉄板だよな。この能力は彼女が地底に封印されている理由の一つですよね。その嫉妬深さは、たとえパルシ自身が相手の方が不幸だと思っても、その不幸な人間が他人に嫉妬していなければ、その寛大さに嫉妬するほど、そんなネガティブ思考の彼女と付き合うとなると、こちら側もかなりメンタルをやられる可能性が高い。それは厳しそうだな。同じく地霊殿キャラで、鬼の四天王である遊戯張りの力で、遊戯並みのメンタルを持っていれば付き合いそうだけどね。そう思うと、本当にユーパルは絶妙なカップリングですよ。いつか原作でもユーパルが見れる時が来てほしいです。無刀遊戯とパルシが出会う瞬間。いや、そっちの遊戯のこと言ってたのかよ。続いて紹介する、付き合うと過酷な運命になってしまうキャラは、月の賢者である鬼神サブメです。ああ、なんとなくわかるよ。彼女は月の都の住人で、賢者の一人、賢者として事態に冷静に対応していて、かなり知的な人ですね。幻想郷の賢者の役もゆかりが珍しく敬語で対応していた、夢の支配者ドレミーを協力者に置いているところ、相当地位の高さがわかりますね。へえ、サブメもそうだけどドレミーってやっぱりすごいキャラなんだ。なんといってもビジュアルの良さは東方プロジェクト内でも屈指の良さでしょう。さすがは女神なだけあって気品を感じるビジュアルだよな。あと、そうではないなどの発言や、言葉の数の少なさから一見クールに見えますが、冷戦曰くおっちょこちょいな部分があるらしく、ギャップもあって可愛いんですよ。サブメにおっちょこちょいな部分があるのはギャップ萌えだな。そしてあの中二病ポーズ、月の賢者の力を舐めるなよ、と言わんばかりですよね。邪眼の力とどっちの方が強いのか。実はあのポーズは能力によるものの影響が大きい。サブメの能力は口に出すと事態を逆転させる程度の能力。この能力によって彼女は常に無口なんだよな。そう、この能力は何かの事象に対してその関係者に発言すると、その事象の運命が逆転してしまうので迂闊に声が出せない。単に発言と逆のことが起きるわけではないので、本人にも事象がどう変化するかはわからないんですよ。この能力が非常に厄介。ただ無口になればまだいいんですが、彼女の一言で全てが終わる可能性が高いんですよ。例えば、デートまでうまくいきついにサブメにプロポーズをしようとするとしましょう。プロポーズの場所は月の都静かな海にしましょうか。月の都から光が漏れる夜に彼女に結婚指輪を差し出しながらこう言うのです。サブメ、私の賢者になってくれ。いや、どんなプロポーズセリフなんだよ。
そしてサグメは輝いた目でゆっくりとうなずくでしょう。あのプロポーズセリフじゃ無理だろ。そして好きだ、サグメと抱き合う。その瞬間サグメも、私もあなたのことが好き、と言うでしょう。さて、ここで最悪の運命になっちゃうんですよ。めちゃくちゃ最高の雰囲気でサグメも好きって言ったじゃあ、そういうことか。そう、その一言で彼女の能力が発動、事態を逆転することになります。それからはおそらく脇が露出した巫女が現れ、天然ハニートラップで不倫してしまうなんてことになるでしょう。なんで月の都には君子がいるんだよ。このように、彼女の口から好きという一言で、事態を逆転しかねない。もしも、うまく常に無口で居続けても、彼女の口から好きという返事をもらえないと、付き合ってる側としては悲しいよね。また彼女の返事のことも考えながら常に気を配って喋らないといけないので、相当なメンタルが要求されます。このことから彼女と付き合うのは厳しいでしょう。なるほどな。メンタルと知力が常に試されるということか。これを何年も続けるのは過酷だな。また何と言っても口に出してはいけないことから、夜の営みも物足りなさを感じてくるでしょうしね。いや付き合うと過酷なキャラ一番はあんただろ。さてさてラストに紹介する。付き合うと過酷な運命が待ち受けているキャラは、黙る子もなくフランドール・スカーレットです。みんなの嫁はやっぱり怖かったのか。レミリアの妹で少なくとも495年以上生きています。見た目としては、七色に光る特徴的な形状の翼を持ち、瞳の色は深紅、金髪ないし薄い黄色の段髪を左側を結んで、サイドテールにまとめ、その上からナイトキャップをかぶっています。ピンクの服に薄い青髪といった姉と違い、金髪など全体的に赤が強調されていますね。やっぱり吸血鬼らしく血の色でおなじみ赤色を強調しているんだろうね。東方強欲異文追加ストーリーでは血の池地獄では核融合炉が近いことから、太陽に似た力の影響で肌荒れのことを気にしていたりとかなり乙女。そんなフランドール・スカーレットは原作でも破壊を楽しむ描写が見られますね。東方強欲異文では沖縄に凍結の破壊の依頼されたのですが、飛び跳ねるほど喜んでいて、東方地霊記伝では作るより片付ける方が好き、つまり破壊するのが好きだと語っています。やっぱり妖怪らしい危険な考えも持っているということか。そして一番衝撃的だったのは、みんな大好きメイフラがありますよね。ああ、非常に親しみやすい温和な高魔感の門番本メイリンとフランドールのカップリングだよな。そう、明るく人当たりのいいメイリンと、情緒不安定または無邪気で純粋な性格なフランドールの組み合わせに魅力を感じる人が多いことから、原作でほぼ絡みがないにもかかわらず多くのファンを獲得しているカップリングですね。そんな夢を原作ではコスパ美人に破壊されました。原作の容赦ないアンチ設定。正直ここからの話はあまりにも恐ろしく、二次創作フランで慣れている方は特に落胆してしまう方も出るかもしれないので注意してください。解決屋の霊夢と反則探偵コメイジサトリを含めて高魔館で犯人探しを行っている中、扉から見覚えのある声が、なんだ?と思い扉を開けてみると、そこにはメイリンの喉元を両手でがっつり持ち空中に持ち上げるフランドールの姿が、恐ろしすぎるだろ。このシーンを見てあまりにも衝撃を受けた読者も多いでしょう。私たちの夢であるメイフラが、原作で初の絡みがサデズムだった。本メイリンがフランを肩車して、微笑ましいイメージが完全に破壊されちゃいますね。このように、高魔館のメンバーだろうと容赦のない場面が見られますね。ちなみになぜフランがメイリンを攻撃したのかというと、メイリンから悪意または殺意を感じたから、もっと言うと本メイリンの真の姿を表したのではと思い攻撃したようですね。この描写からわかったけど、やっぱりメイリンは何かまだ隠し持ってるキャラクターだよな。新作で登場して語られることなんてあったりしたら面白そうですね。あまりにも恐ろしい描写でしたが、前回の原作ネタキャラでも紹介した通りその後すぐにお姉様がフォロー。フランの勘違いを指摘して、なだめるというヒロインぶりを披露。さすがはマリオと肩を並ぶスーパースターのレミリアお嬢様。また前回の科学の授業でも言った通り、隕石を破壊するほどの力を持つフランドール・スカーレットと手をつなぐには、ゴリラと腕相撲をして勝てるぐらいではないと手の骨が粉々になるんですよ。フランちゃんと手をつなぐことできないじゃないか。何よりも彼女は吸血鬼、食料はもちろん人間の血、幼女とはいえ、前回の科学の授業で判明した通り、大体牛乳パック分の血を吸うことになります。付き合うとなると、まあ彼氏彼女の血をいただくことになるでしょう。毎日牛乳パック分の血を与えることになると毎日貧血気味になること間違いなし。それは過酷すぎるな。このようにフランドールと付き合うのは困難極まりないですね。しかしだからこそ追いかけたくなるものでしょう。アイドルみたいに、手の届かないような存在だからこそ魅力的だと感じるってことね。そういうことですね。可愛いだけじゃないのが東方プロジェクトの良さなんですから。さて、以上が東方原作設定から見る付き合うと過酷なことになるキャラたちでした。ただ可愛いだけじゃなくて妖怪らしく、他種族らしく恐ろしさをちゃんと持っているところがやっぱり東方の魅力だと改めて確認できたぜ。視聴者さんが思う、付き合うとヤバそうなキャラがいたら教えてくださいね。また二次創作に対してアンチすぎた原作設定なんかも解説しているので見ていってください。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。